6年生らしくよくできました。続いて一般成人に移ります。まず最初やはり今のと同じ水引きですが、井上正史君と平井悦夫君にやっていただきます。で水引きというのは、今正面の膜を真ん中で閉じてありますね。あれを水引きと言います。それから皆さん方でも使いのある贈答用の水引き、紅白の水引きながらありますね。あのこう紐の締めた交差をした、こういう交差を最後の棒の形で表しております。水引きと言っております。それでは成人の方よろしくお願いします。水引きからあります。で棒使いの基本中の基本です。これが全ての棒使いの基本になります。どうぞ。続いて小回りという芸に入ります。平井光雄さん、井上悟さん、お願いします。あ、大回りです。失礼しました。大回りから参ります。
Thank you.
で、このすり返しというのは天国を初めて4頭の獅子が一堂に会して喜び勇んで踊りまくるという非常に動きの激しい、勇壮な踊りです、その辺をご注目いただきたいと思います。それではお願いします。繁茂していて、今年は往年満作だと。
いうような願いを込めた農民の切なる思いを込めた歌です。その、わからないと思いますが、そのような意味を込めた歌ですので、お聴きいただきたいと思います。それでは、リードを。
獅子舞の説明を若干いたします。獅子舞は先ほど申し上げましたように全部やりますと1時間半以上舞だけでかかります。今日は時間の関係で短縮しておりますが、これから行いますのが回りかぐる、花かがり、花割り、峠やとありますが、この回りかぐるの中にこれらの芸が全部あります。で一番獅子舞のクライマックスといいますか、そのストーリーを簡単に申し上げますと、まず最初説明したように、大獅子、中獅子、目獅子、今目獅子、交代をいたしますが、目獅子と三頭の中で目獅子の俳句はカット、目獅子と目獅子を中獅子と大獅子が取り合うといいますか、カットロマンスに描いたものです。で最初花を大獅子一頭で四隅の花を見て回ります。であまり綺麗なので中獅子も誘い出して二頭で一緒に見て回り、その後目獅子も加えて三頭で花を見て歩きます。で花の間を割って入ったり、花がりというのはですね、花がかり、花の間を割って入ったり、出たり、周りを回ったりして花を鑑賞いたしますと、天狗が意地悪をして花の中へ目獅子を隠してしまいます。で、そういうことを大獅子は知りませんから、中獅子が目獅子を隠したんだろうという誤解をいたしまして、二人の葛藤が始まります。二人というか、二頭の葛藤が始まります。でその2頭の葛藤を芸の中で、例えば飴をくれるということがありますが、1本飴を出して騙そうとしたり、あるいは2本飴を出して騙そうとしますが、なかなか中獅子も屈服をしません。で最後は両方で決闘をして中獅子の方が折れて降参をして、大獅子が勝ち誇ります。そこへ天狗が目獅子を連れて参りまして、三頭揃って大団円というストーリーになります。そういうようなストーリーを10分ぐらいにまとまってますので、その辺、曲的にはちょっと説明しますが、ストーリーとしてはそんなことで、今日の獅子舞のクライマックスになりますので十分ご覧いただきたいと思います。なお、この芸に関しましてはまだいろいろ未熟な点がありますので、テープも笛と併用して行いますことをご了承いただきたいと思います。それから今日花をかぶっていただいているのは井上浜市さん、それから小川康夫さん、それからこちらの桜の方は6年生の文武君、それから、岩田君、6年生ですね、の方々がかぶっていただいております。笛の方は、先ほど方眼じゃないホラガイも一緒にやっていただきました岸野和夫さん、和弘さん、平井悦夫さん、それから平井昇さん、平井信夫さん、ゆきさん、それから斉藤千秋さん、井上悟さん、この方々がようやく笛も練習をいたしまして、どうにか今日の舞台が務まるようになりました。このご苦労に対しまして皆さんの熱いご声援をお願いしたいと思います。それでは回りかぐら最後の舞になります。お願いします。
頭の間を見てあげます。
3党が円満に解決をして、